はい、今日もなだと役所天国、本日は2022年12月6日6ですね。さあ、そんなわけで刃物の畑ですけどもね、こんな感じでどうですかね。これ秋のね前半でほぼ壊滅した畑でね、やたらと虫が多かった畑なんでね、ちょっとどうかな、刃物ぐらいはできるかなと。だから来年もね、今後もそうですけど、キャベツ白菜はちょい、キャベツ白菜ブロッコリーあたりはちょいとね、作らないかなって感じなので、刃物ぐらいはね戦力になってくれないと、この畑の使い道がないのかなと思ってるんですけど、まあ大丈夫そうですかね。一応揃いはそこそこ揃ってるかなとね。まあちょっと発芽そこそこ悪かったりもしますが、まあこれもねサクっていってやれば多分大丈夫だと思いますけど、なのでね、あんまりこうなんていうんですか、防虫ネットかけたり、その特にパオパオですね、あったかくするとまた虫が湧きそうでね。なのでちょっと今ね、これから寒くなっていくんで、寒さに当てたいところかなっていう感じなんですけど、そうするとねちょっとできる時期は遅くなるんですけどね、はい、どんな感じですかねと思って、やっぱりまだもう一つね、この畑のポテンシャルをつかみきれてないので、ちょっと様子見ながらね来る感じになるかなというふうに思います。よいしょ。少しずつですよね、寒くなるね。さあ、そういうことで何やるかと言いますと、キャベツですね。キャベツの収穫、キャベツね、ようやくこう、巻いてきてるんですけど、やっぱりあれですよ、次の番手がね、サニーレタスがちょっとずつ大きくなってきてますね。これ12月終わり、1月頭にはできそうですかね。パオパオかけたらすぐできるんですけどね、どうかなって感じですね。キャベツね、次の番手がつながらないんですよ。なのでね、ちょっともう鉄器がね外れつつあるんで、ちょっと引っ張って今出してますけどね、せっかくね結球したんで使いたいんですけど、ちょっとねこう出来はそんなにはよろしくないんですけど、多少こうやって食われててもね、キャベツの場合は食われてても中にね、白菜とかと違ってね、そんなにこの中にはやられてないんですけど、ね、ちょっとこう時期を過ぎつつありますが、まだ出せますね。12月末まで引っ張れる、12月半ばまではあと 1,2 週は引っ張って、それで終わりですかね。次の番手がねちょっと間に合わないですね。だからキャベツはちょっとね繋がらない感じですけれども、まあまあしょうがないです。これ大きいね、これは3分割ね、大きいでしょこれね。これだとね、我が農園は半切りはもったいないので3分の1ですねね、1個で3元取っちゃうのでね。なんとかギリギリね生き残ったベッドですから、頑張ってちょっと少しでも、ね、使いたいんですけど、もうちょっと割れが入ってきてるのでね。ちょっと割れがね入っちゃってるので、少しずつ鉄器を、ね、失いつつあるんですが、まだね頑張って出したいと思いますね。まあうちは基本半切りなので、はい、こんな感じですか。もうちょっとまだ残ってますからね、いけるそうではあるんです。こんな感じなんだね。
やっぱできにくいね、オータムはね。今ちょうどこうやって花咲いてきてますけどね、もうちょっと大きくこうズドーンとなるのが普通なんですね。まあパオパオなんでしょうね。やっぱり寒いとやっぱりこう大きくならずにすぐにこうね、トウダチの方に行っちゃうので、これはトウダチのこのね、花芽を食べる品種なので、なんかどの時期にどう作ったらいいか、オータムはちょっと見えないですね。これが正解なんでしょうか。さあ、そんなことでね、やっぱこの畑あんまりね、あんまり出来がやっぱり良くないですよね。植え付けたこのサニーレタス系もあんまり出来が良くないね、消えていっているし、まあだから畑によって本当にね、ポテンシャルは随分変わるんですね。はい、ということでございます。はいはい、今日もいい天気ね。ぼーっとしちゃったなんかね、いい天気でね、やっぱちょっとこうね、週末こう往復ね、10時間近く運転して帰ってきて、畑やるっていうのはね、なかなかあれなんですよね。こうすぐに切り替わらないというかね、頭の中がね。これが、あ、これが次の番手、これこの辺が多分出せ、ちょっと小玉ですけどね、出せないこともないかな。この辺出せそうなやつもあるな、ポツポツね。まだなんていうんですか、この時期のというかね、この東海地方のキャベツとかのね、こうつなげ方がもう一つ見えてこないですね。まあでもなんでしょうね、あったかいっていうのはね、だからかえってこうなんていうんですかね、メリットもあるしね、あったかい分だけ、だから多分ズッキーニとかね、ハウスの中で作ればなんか一年中できそうな気もするしね。あったかいっていうのは、それはね、寒いよりかはメリット大きいと思うんですよ。長野県みたいなね、ああいう本当に玄関地というか寒いところだと、結局どう転んだって設定さえ組めないですもんね。だから長野の有機農家、著名な方何人かおられますけど、お休みを必ずね、確か12、1月、2月あたりはお休みですもんね。それだとやっぱり設定さえは厳しいですもんね。だから単品で勝負するしかないみたいなことに、あるいはまあ関東でね、できない時期にキャベツレタスはできますからね、高原野菜としてね。あとトウモロコシなんかもね、寒い分だけ冬は虫を完全にシャットダウンできますからね。無農薬で、長野県だったらおそらく無農薬でね、野菜はいくらでも、こういうあったかいところがいくらでも作りやすいと思うんですよね。だから結構長野県では有機農業ね、盛んで結構いますもんね、たくさん多くの方がね、著名な方もおられますし。はい、あったかいとかやっぱりね、ちょっと難しいですよね。以前伊豆にいて千葉にやってきた仲間のね、友達の雪農家の話聞いたら、伊豆じゃもうキャベツできないよって言ってましたもんね。防虫ネットかけようがマルチ張ろうがもう無理だっつってね。多分できないんでしょうね伊豆だと。ってことはハワイでキャベツはできないの、っていう話になるもんね。ハワイでキャベツできないんだろうか。ああいうカーボロネロみたいな、あれが、ああいうのがやっぱりキャベツになるんですかね。なるほどね。まあだから結球するっていうところまで多分、こうなんか巻くっていうのは多分ね、寒さに当たってギュッと締まっていくわけですよね。白菜もそうですよね。だからこう巻くっていう、こうギュッとこう野菜のその力っていうのは、寒さというかね、まあ土の力も必要なんでしょうけど、寒さっていうのがやっぱり一つポイントになるんだろうなと思うんですね。だから冬の方がね、キャベツ白菜は出来が大きくなって出来がいいわけですから、ちゅうことなんでしょうねと思いました。はい、今から、ダンボール箱詰めして、大和に届けて出荷終わりということですね。はい、ちょっとね、頭の中がなんかね、こういろんなことをね、こう同時並行してやってるもんですからね。僕はそんなもともと器用な人間ではないのでね、なんかね、でこれ終わった後またね、ラジオを撮ったりだとかね、
動画とラジオ同時並行情報発信してるのなかなか頭の中がこんがらって、だからまあ一番いいのはね、こうやって喋ってるそのまま動画とラジオ撮って両方そのまま流せばいいんですけどね、それだったら楽なんですけど。はい、以上です。それではまた。